それでは大阪府立行ってみたいと思います。本日の長文の全体像はこちら。まあ5問あるんですが、ちょっとさすがにこれ全部やってるとですね、まあ視聴時間が長くなってしまいますので、最初の3題、和訳と政治問題、これを言ってみたいと思います。で、課税分説明と内容値問題、まあさすがにこれ次第型でございますので、カンカン同率の対策動画、そちらでも扱っておりますので、こっちも参考になさってくださいね。ということで一緒に頑張りましょう。さみさん、第1段落でございます。まずはここの下線部1番の和訳でございます。一読していただいた後、検討をお願いします。デブさん、解説はホワイトボードでしますね。すみません、下線部1番の和訳でございますが、まずは文型の確認からいってみますね。まずは文頭でございます。まあ、出だしは SV で大丈夫そうですね。で、Here は副詞でしたね。就職後でございます。それは皆さん M と書いておきます。で、次も前置詞プラス名詞でございますので、括弧して M。で、皆さんその後コロンがありますよね。まあ、つまり、みたいな感じで解釈していただけると OK。で、皆さんその後 The process。で、of、点々点。で、皆さん of という前置詞が出てきましたので、まあ、カッコでくくり始めようと思うんですが、その後、サブシングのところでカッコ閉じていいのか。というと、皆さん、これ、コンマとコンマで、皆さん、挿入ですよね。なので、ちょっとわかりやすくするために色分けをさせていただきます。で、皆さん、見ての通り、前置プラス名詞がついてるだけでございますので、カッコして N。で、皆さん、これで、コンマとコンマの間の処理が終わりました。じゃあ、皆さん、このエサブリッシングのところどうしますかということですが。で、皆さん、エサブリッシュと言われたら、設立してよ、確立してよ、何をとなりそうですので、他動詞。で、皆さん、他動詞の後ろは必ず目的語が必要ですよね。ただ、皆さん、この緑のところは、挿入で入っているだけでございますので、ここを一旦飛ばしていただけますと、目的語はここかって感じになりそうですね。そうです。この下ですよね。で、皆さん、or で繋がっておりますので、上と下に列挙しておきました。で、皆さん、文末も前置詞プラス名詞でございますので、m。で、皆さん、これも最後ですね。文末、ポイントとポジション。or という遠い接続して並列。で、皆さん、文型はこんな感じですね。で、あと皆さん、訳し方。まあ、訳す順番でございます。で、皆さん、文頭をご覧くださいね。で、おそらく皆さんもやってるかと思いますが、まあ、さすがに主語は一番初っ端ですよね。で、その後動詞はどうするのかということでございますが、動詞はなるべく最後の方が綺麗に決まります。ですから、まあ、M の方が最優先ですね。で、どういう感じでいけばいいのかということですが、まあ、おすすめしたいのは皆さん、とにかく右側から左側。つまり、主語の後はこの辺り。で、Here を訳した後に最後に動詞に繋がっていくと。まあ、これが一番無難ですね。例えばさ、動詞3番目の後はどうするのかということですが、で、この緑のところがやっぱいいんじゃないかなって感じがいたします。で、これも後ろから前。右側から左へ。4番目、5番目の順番ですね。で、この青色のところに次行くのかなと思うんですが、これ、サブ動詞でございますので、まあ、多分後ろのこの目的語の部分ですかね。ここから皆さん、訳詞上げていった方が綺麗に決まるかと思います。で、皆さん、文末でございますが、前置詞プラス名詞ですので、右側から左側。で、皆さん、目的語を訳し切った後に、ようやく動詞ですね。で、皆さん、オブ、前置詞でございますので、右側から左側。で、皆さん、一番最後、プロセス。これが9番目。ですね、こういう順番でいくと、なんとか。で、皆さん、上の和訳に繋がっていくかと思います。で、皆さん、文頭からいきますね。私は公式の正式な議論を、ここで言及する。で、皆さん、その公式の正式な議論。それが、つまり、プロセス。過程でございます。じゃあ、それはどんな過程ですかと言われたら、皆さん、このあたりですね。適切な証拠。それを、プレゼンテーション。提示することを通じて、で、文末ですね。特定のポイント。特定の論点。もしくは、立場ですね。で、それの確実性。または、可能性。それを確立する。もしくは、立証するプロセス。過程。という順番でうまいこといくかと思います。で、あとはこの模範回答と皆さんの回答ですね。見比べて照らし合わせていただけると OK です。さあ、続いて第2段落でございます。ここは設問に関係ないので、一読だけお願いいたします。さあ、続いて第3段落でございます。ここは皆さん並び替え問題ですからね。選択肢こちらでございますので、検討をお願いします。では、解説はホワイトボードでいたしますね。一番初っ端どうするのかということですが、皆さんこれ選択肢を見てですね、そしてこれ空所の前後を眺めるとなんか熟語が見えますかね。そうですね、皆さん波線打ちましたが、この辺りで、あれねって感じになりそうですね。皆さんこれですよね。Not so much A as B。A というよりもむしろ B。これが一番初っ端にできるんじゃないかなって感じがいたします。で、皆さん続いて皆さんこれカーのオンですよね。
これの1位が次に決まりますね。で、皆さんこれ空中の左が B ベイストと来ておりますので、皆さんこれも熟語でバッチリ。B ベイストオン。うにゃうにゃに基づいている。で、こうなってくると皆さん残った選択肢はイートウ。で、その時に皆さんヒントがこれですよね。で、これ、コンマコンマオア、点点点。で、皆さんこれで3つ並列しているというサインですよね。つまり空所のところとイントゥイション、直感。そしてイモーション、感情。これ皆さん並列。まあ、同類と考えていただいて OK です。で、皆さん分かりやすいのは多分この文末のイモーションかと思うんですけど、皆さん感情。まあ、心。気持ちの問題ですよね。だからそれと並列できそうな選択肢と言われたら、まあ、ビリーフですよね。信念でございます。なので、心に関わる表現でございます。ですから、これ文末のところ、ビリーフを置いていただきますと、残りの選択肢、エビデンスが、残った空詞のところに入ると。ですから、これで正解ですよね。Not so much on evidence as on belief。これで、バッチリです。で、皆さん、続いて第4段落でございます。下線部3番の和訳。こちらの検討をお願いします。さあ皆さん、これもホワイトボードで解説をしますね。さあ皆さん、1番文頭でございます。まあ、ここは前置詞プラス名詞でございますので、括弧して M。で、その後皆さん、we recognize。SV は問題ないかと思います。だと皆さん、recognize 自動詞ですか、他動詞ですかと言われたら、これ皆さん、後ろに名詞がございますので、他動詞と判断していただいて OK です。ですから、後ろは目的語。で、皆さん、後ろざっと説でございますので、皆さん、ちょっと色分けさせてくださいね。で、皆さん、skewed writing 主語。で、can have 動詞がついてますね。で、もちろん、この have は自動詞ですか、他動詞ですかと言われたら、持ってるよー。なーにょー。ということですので、他動詞。で、後ろに目的語があるのかなと思って見てみると、皆さん、これ前置詞プラス名詞で M になりそうですね。ですから、皆さん、こんな感じでございます。文末は前置詞プラス名詞で M。となってくると、皆さん、目的語がないなと。で、皆さん、この目的語がない。つまり、不完全な状況になったら、このざっとは関係代名詞。ですから、訳す順番としたら、皆さん、右側から左側。で、その後、皆さん、and で繋がって、皆さん、we、点点点。まあ、sv と繋がりそう。で、動詞は are committed to using。皆さん、use、自動詞、他動詞でございますが、皆さん、これは後ろに that influence という名詞がございますので、use は他動詞。で、that influence が目的語。で、皆さん、最後は副詞になっておりますので、m。ですので、文型はこんな感じですね。さあ、皆さん、訳す順番でございます。で、皆さん、文頭は前置プラス名詞でございますので、右側から左側。で、それを訳し切って、皆さん、主語に行きますよね。で、皆さん、その後の recognize、他動詞、the influence、目的語。このあたりを訳そうかなと思うんですが、皆さん、なんだかんだいらないこの関係代名詞説、青いところがかかってきますよね。ですので、皆さん、この青いところの、まずは主語に行けば OK。で、皆さん、can have 動詞は後回しで大丈夫ですからね。で、皆さん、後ろの方、前置プラス名詞でございます。まず、皆さん、これも右側から左側にかけて訳す。で、残った動詞のところに戻ってきて、で、青色のところが訳し終わりましたので、今度はオレンジ。で、最後は動詞に戻ると。そして、オレンジが終わりましたので、最後は緑。で、皆さん、これも文末に M ございますので、皆さん、これは右側から左側。で、目的語を訳して、最後の動詞のところを訳して終わり。なんか、順番がだんだんこんな感じになりそうですね。で、皆さん、文頭をご覧ください。公平な議論の作家として。もしくは公平な議論をする作家として。で、我々は影響力を認識しており。ただその影響力には皆さん青色がかかってきますので、まあ、どんな影響力と言われたら、うまい文章、熟達した文章が皆さん無批判的、または無知な読者に対して、で、与えうるような影響力。そういう影響を認識しており。そして理性的に、まあ、なおかつ責任を持って、その影響力を使うことに取り組む。その影響力を使うことに専念する。そういう感じでよろしいかと思います。では、改めてこの模範解答とご自身の解答、見比べていただけるとよろしいかと思います。